海上自衛隊最新鋭イージス艦マヤ、ハグロの迎撃成功も、反撃能力は、未だ未搭載。今回は、日本の迎撃能力は、これで、十分なのかを詳しく見ていきます。イージス艦自体も、どんどん進化している時代。建造中に、型遅れにならないようにしないとね。AI 搭載は必須だよな。2023年5月6日、ロシア・ウクライナ戦争では、東部のバフムトをめぐる攻防の行方が注目される中、ロシア側が行う戦闘機からの空対地ミサイルの攻撃に関して、ウクライナ国防省は、新たな迎撃手法で成功したことを発表した。それは、これまで、ロシア側が、西側諸国の持つ防空網では撃墜不可能だと、公言してはばからなかった、極超音速兵器である KH-47M にキンジャールを初めて撃墜したという事象であり、アメリカ側も、おおむね、この報告を認めている。KH-47M にキンジャールは、ロシア空軍の戦闘機、MiG-31Kの胴体下部に吊るしか、または、戦略爆撃機のツポレフ 22M3 に搭載して運用される大型の空対地ミサイルであり、ミサイル単体で、およそ 2000km の射程距離を持ち、最大マッハ10の速度で飛翔するとされてきた。そのマッハ10にも到達するという、速度と、飛翔時に、任意に軌道を変更することが可能という特性から、ロシア側では、西側諸国が保有する対空兵器では、迎撃は不可能だと、プーチン大統領をはじめ、これまでは、盛んに喧伝していた経緯があった。今回、その KH-47M にキンジャールは、ウクライナに供与された、アメリカ製の PAC-3 パトリオットミサイルシステムで撃墜されたと、ウクライナ国防省は述べており、同ミサイルの残骸と、おぼしき画像も、証拠として示している。このウクライナ国防省の報告が事実だとするならば、比較的に短い数十キロほどしか射程距離のない PAC-3 パトリオットミサイルシステムでも、いわゆる極超音速兵器の迎撃が可能だと証明したこととなるため、注目を集めている。今後もロシア側が KH-47M にキンジャールによる攻撃を複数回実施し、それを同様に PAC-3 パトリオットミサイルシステムが撃墜しないことには、現時点では本当の意味で有用性が確立されたとまでは言い切れないのかもしれない。しかし、そうでなくとも、ロシア側のミサイル攻撃の数や頻度は、2022年から2023年にかけての冬季に、電力インフラを標的とした攻撃時からは明らかに減少しており、ミサイル自体の枯渇も囁かれており、連続実施は厳しい可能性もある。さて、そんなアメリカ製の PAC-3 パトリオットミサイルシステムだが、日本でも自衛隊による弾道ミサイル防衛のシステムの一環として航空自衛隊が装備し、海上自衛隊のイージス護衛艦搭載の迎撃ミサイルとの二層化が行われている。この体制による対処は、まず、自衛隊のイージス護衛艦搭載の迎撃ミサイルが、敵の弾道ミサイルを大気圏外で撃墜することを基とし、これを回避された場合に、PAC-3 パトリオットミサイルシステムが受け持つという構成だ。したがって、PAC-3 パトリオットミサイルシステムが動くのは、敵の弾道ミサイルが、標的に落下間近の状況であり、本来、安全に撃墜を行うという、観点から見れば、かなり最終的な手段であると言わざるを得ない事態であろう。そのため、現行の日本のミサイル防衛システムの、要は、イージス護衛艦が搭載するミサイルであり、それが、大気圏外で、敵の弾道ミサイルを撃墜することを目指しており、これに用いられる艦艇や迎撃ミサイル本体も、新しいものの導入が継続されている。日本の海上自衛隊のイージス護衛艦は、
2023年時点で総数で8隻が就役中であり、その内訳は金剛型4隻、愛宕型2隻、そして最新鋭のマヤ型が1番艦マヤと2番艦ハグロの2隻という構成となっている。2022年12月に日本は2023年度の防衛予算案を安全保障関連3文書の改定と承認を行うことで増加させる方向に大きく舵を切ったが、同文書には追加で2隻のイージス護衛艦を新造することが盛り込まれており、10隻体制へと造成することとなる。そうした日本の防衛予算が大幅な増加となることが確定となった前月、つまり2022年11月には、海上自衛隊の最新鋭のイージス護衛艦であるマヤとハグロの2隻が新型の迎撃ミサイルのテストを成功させている。ここでマヤとハグロの2隻はアメリカのハワイ諸島のカウアイ島の沖合に派遣され、その周辺海域において前者が新型の迎撃ミサイルである SM3 ブロック 2A を用いて、アメリカ軍が打ち上げた弾道ミサイルを模した標的を大気圏外で撃墜した。 SM3 ブロック 2A はこれまでの SM3 ブロック 1B よりもミサイル本体の直径が大型化されているため、射程距離や到達高度が延伸されており、短・中距離弾道ミサイルに対応しているほか、条件が揃えば長距離弾道ミサイルにも一部で対抗可能とされている。今回のテストではハグロは従来型の SM3 ブロック 1B を用いてアメリカ軍が打ち上げた弾道ミサイルを模した標的を大気圏外で撃墜することに成功しており、新型の SM3 ブロック 2A だけでなく従来型の精度も改めて証明した形だろう。さらに実際のミサイル発射ではないが、アメリカ軍が打ち上げた弾道ミサイルを模した標的に対し、マヤが時間のレーダーセンサ類で探知したその情報をハグロに送信し、ハグロが SM3 ブロック 2A の発射手順を確認するテストも成功させている。ここでマヤからの情報をもとにハグロが迎撃を担う行動を行ったのは EOS エンゲージオンリモートと呼称されている連携行為で、時間以外の優遇戦力から情報を得て的ミサイルを迎撃する能力を確認したものである。ここでは前述したようにハグロは実際の SM3 ブロック 2A の発射は行わず、艦に搭載しているレーダーシステム上で弾道ミサイルを模した標的を迎撃するシミュレートを実施し、その連携行為の成功が確認されている。これら一連の今回のマヤとハグロによるテスト結果の成功を受けて、SM3 ブロック 2A の運用能力を得た日本は、北朝鮮が配備しているノドンや火星12号といった準中距離や中距離弾道ミサイルへの対処能力を得たことになる。ただし、いずれも一定数以上の SM3 ブロック 2A を実際に艦艇に装備しなければ、それを超える数の弾道ミサイルを北朝鮮が発射してきた場合には防ぎきれるわけではなく、今後は残るイージス護衛艦6隻への同ミサイルの統合と配備が必須であろう。さらに、こうした最新型の SM3 ブロック 2A であっても、それが迎撃を想定している空間は大気圏外であり、大気圏内ギリギリの高度を飛翔するとめされている極超音速兵器の迎撃には対処できず、今後は新たな対応手段が必要となる。北朝鮮のような経済的に貧しい国家であっても、すでにそうした極超音速兵器の開発を進めており、その技術の大半はロシアから入手していることは明白だが、ロシア・ウクライナ戦争で窮地に立つ同国はその傾向をさらに強めると予期される。ちなみにロシア・ウクライナ戦争の世紀によって
その記事の内容がロシア政府のプロパガンダに過ぎないことを露呈しているスプートニク日本版でも、今回のマヤやハグロのテスト結果に対する記事が見られる。それは2022年11月24日付とマヤやハグロの一連のテスト後にすぐに出されたものだが、 SM3 ブロック 2A が高性能である点はある程度は認めつつも、北朝鮮のミサイルの飽和攻撃を考慮すれば、少なくとも10隻の艦艇に100発以上の搭載と高性能レーダーがなければ意味がないと述べている。まあこれに限ってはスプートニク日本版の記事の言うことは大筋では間違ってはいないと個人的には感じるのだが、散々喧伝してきた自身の KH-47M にキンジャールの撃墜が確定した場合、どのような反応を見せるのかが気にはなる。